久保さん、まあ、確かに久保さんなんか言ってたかもしれないですね。まあだから言えることはこの人の名言っていう名言に著作権はないのかもしれないですね。<laughs> まあいろんな人はね、あの結局聞いては忘れて聞いては忘れてそして勝手に自分の言葉にしてる部分があるのでね。<laughs> 今回はね、あの、えー ローマ、クワ、クワエストル、財務官を、等を務めた、大カ,カート、大カート、大、大カト大カトこれ、大カトーっていう名前なのかな。大カトーカト大カトーという。軍人、政治家。大カトー まあ、ローマ、ローマ、ローマ、クエ、よくわかんないです <laughs>。この人はね、あなたが欲しいと思うものは買ってはいけない。あなたが必要とするものを買うようにしなさいと。人の贅沢や欲望は難病と考え、国を滅ぼすものと考えています。今、目の前でどうしても欲しいものがある場合は、本当に必要なものなのかを考えて選びましょうと。まあ、これはね、まあ僕はちょっと興味深いなと思ったんですけど、 確かにね、その、これね、僕、あの、久保さんもそうだと思うんですけど、多分ね、欲しいものがね、あんまりなくなってくるんじゃないかなと思うんですよ。そもそも,そも論としてね。う,ん,うん。まあ、久保さんもあるのかな日々毎日欲しいものありますどうですか毎日これ欲しいな、毎日これ欲しいな、毎日これ欲しいなっていう。<laughs> いや、何かっていうと、ある程度お金が稼げるようになると、欲しいなと思ってたものですよね。要は、昔までお金がなかったときは、欲しいなと思っても手に入れることができなかったので、そのお金を稼げるようになると、その思ってたものを買えるようになるから買うんですよ。思ってたからね。まあ GTR とかもそうですけど。でもその思ってたものを、ある程度、ある程度ですよ。手に入れちゃうと、もうあんまないんですよね。逆に <laughs>。 うん、だから逆を言うとお金を稼いで、うん、今まで手に入れられなかったものをある程度揃えてしまうとこう多分買うときにこれ必要なのかなっていうところを考えるように自然になるんじゃないかなと思うんですよねうんそうまああとはもう一つの理論というかね、まあ、ここにプラスアルファするんだったらもしその毎日欲しいものが出てくる っていうことであるならば、うん、お金を稼げばいいだけなんですよね。だから、あなたが必要とするもの、お金。<laughs> お,金を買うよお金を稼ぐようにしなさいみたいなね。あなたが必要とするものをお,お,お金に変えるっていうね。だお金が必要です。稼ぎます。お金があるから変える。いくらでもっていうね。<laughs> その逆説的な話ですよね。で僕は お金は必要だと、僕はこの言葉にちょっと引っかかったのは、僕が必要としているものはお金なんですよ。うん。生きていく上で、えー、必要なので。だからまあ、いろいろ勉強した結果、お金に対しては、どういう考え方で向き合ってるのかっていうと、ただ必要、終了ですね。必要だから稼ぐっていう。うん。そう。あなたが必要とするもの、金です。 金がないと生きていけないっていう事実があるので、まあ必要なものを稼いでいくってことですね、お金を。で、その、その許容範囲でもし、あまあ、生きていく中で欲しいものが出てきたら、そのお金を使って、まあ手に入れるっていう。うん。まあ人それぞれなんでね。うん。まあでもね、どうなんですかね、多分。 どうなまあまあなんかその買わないと落ち着かないっていうところも病気なんだったらなブランド物を買いまくって誰だったっけな昔そのなんか作家さんか誰だか女性の方でブランド物を買いまくっていてでも買い物依存症か買い物依存症で、まあ、部屋の中がもうブランド物ばっかでぶわってだから買っても1回も着てないとかね服。 そう買っても一回も着てないとか、買っても一回も使ってないみたいな、もう超、なんか、ゴミ屋敷ではないですけど、相当汚いみたいな。で、それ、なんだ、うさギさ,さんだったかなうさぎさん、うさぎさんなんかその作家かなんか。前なんかテレビで見ましたね。かなり昔ですけど。そう。まあ衝撃的で、だって僕が、僕はそのかなり昔のテレビなんで、僕は貧乏の時かな。だから、 それ見て衝撃的だったのがまあブランド高いじゃないですかグッチとかエルメなんかそういうなんか高いじゃないですかで高いもの買っても一回も使わないし一回もつか使わないけどそこら辺に怒ってるわけですよ <laughs> あなんだな何なんだろうなみたいなね <laughs> でもその買うっていうことになんか欲を満たしてるんでしょうねそのうそのなんだそ,そのい買い物依存症みたいなやつは うん、そうだ人間っていうのはやっぱその何かの欲だ何何すかね、うん、難しいな、まあ、いろんなパターンがあるんでうん、まあ、久保さんもねちょいちょい DVD とかアニメあの漫画本も買ったりしてますからねまあでもそれも別にまあキットを買ってまたキットを買うっていう欲は出てくるのかなっていう多分出てこなくないですか また二代目のキット買うっていう欲はあります多分ないと思うんですけど <laughs>。なんかやっぱ、まあ一般的には、まあ、か手に入れてしまうと、うん、なんかまあ薄れていくのかなっていうのはありますよね。うん。多分、多分ですよ。わかんないですけども、一番最初憧れてたキットをね、久保さんが買いました。その時のその感情ですよね。 手に入れた時の感情と、今ずっとその車庫に置いてあると、車庫に置いてあると、もう、な、キットがあるのが当たり前みたいになると、なんかそこに対してのなんか感情っていうのは、多分あんまり当時に比べると薄、薄まってんじゃないかなと思うんですよね。うん。だから買った、だからその洗車の回数とかね、買った時の、時のキットをこう洗車ですね、こう綺麗にする回数と、 うーん今の回数っていうのはもしかしたら減ってるかもしれないし、その感情がね。その、だ前は1日に1回洗車してたけど、今は1週間に1回とかね。うん。まあもし毎日今も洗車してる、まあ買った時と同じような感じで、こう、手入れしてるんだったら、それはまたすごいですよね。うん。僕もね、やっぱ GT-R に関しては、まあもちろんその、すごく愛着があったんで、 あのまあ綺麗いにはしてるんだけどもやっぱ一番最初に手に入れた時よりかはこうやっぱ落ちてってでまあ,あ愛車なんで愛着はあるんでまあもちろんメンテナンスはするんだけどもやっぱ少しその緩やかになりますよねだすその星のこのなんかうわーっていうものがないっですよねもうなんかもう緩やかな感じになってきますねうん これはね、まあ、一回稼いで欲しい、今まで手に入れてなかったものを手に入れてみると、なんか分かってくるんじゃないかなと思うんですよね、うん。で、もし手に入れたいなと思ったものを手に入れてみて、それでもガンガン欲が湧いてくるんだったら、それは、まあなんかコントロールしないといけないのかなと。まあ、完全にその、アッパーがないので、まあ、ヨさんもなんか言ってましたけど、要は上を見たらキリがないみたいな。 ヨザワさんクラスとかだったらね、もう、本当に、ドバイとかだったらもう本当に、考えられない上には上がいるっていうお金の使い方というか、そのお金持ちの次元が違うというか、うん、そう。た多分キリがないですよね。だから一生幸せになれないというか、じゃあ、豪邸に住みましたと。憧れてた豪邸に住みましたと。でもその豪邸は、実は自分は豪邸だと思ってたけど、 もっと上を見ると、しょぼいみたいなね <laughs>、うん。もう、もはや豪邸、もうなんか、なんですか、なんかマイケル・ジャクソン、ジャクソンの家とか、すごいらしい、すごい買ったじゃないですか。まあ家じゃなくて、まあ遊園地がなんか家にあるみたいなね、もはや。<laughs> 広大なみたいなど。だからもう、なんか、上を目指せば、もう、もはやじゃあ地球を全部家にするっていうね、もう領土地球みたいな <laughs>、地球買収するみたいな、まあ、究極言うとね。 で,でかい家みたいな地球ごと家みたいなだからまあ惑星が家ですみたいな <laughs> だ切りないですよねなんか本当にそこはうんだどっかでその自分のアッパーっていうのはやっぱ決めないとうんやっぱ切りがないかなっていうのはありますよねうんだ車も一番結構高いので久保さん車好きなんでして 多分知ってると思うんですけど、あの、400キロぐらい出る車があるんですよ。で、セレブが買う車があって、なんだな、車、世界、名前、メーカーなんだっけな。あ、これだ。ブガッティだ。ブガッティス。ブガッティヴェロン、ヴェロンっていう、これほんとね、セレブがこう買う車があるんですね。400キロ出るっていう。<laughs> 400キロ出ても使うかみたいなね。 そうブ,ガッブガッティですかね。まあ、これが多分世界で一番早いって言われてる多分車で、な多分何億円出るんで、何億円だったかな。うん、いくら。これが、あ、6億か、うん。6億とか7億ぐらいするのかな。2億。うん ブガッティね。そう。いるみたいな。1700馬力ぐらいあるらしいですよ。うん。そう。ブガッティ。でも、これ、なんか、その、セレブのパーティーとかで、この、ブガッティで、こう、登場する人が、こう、でいるんですけど。うん。これは必要かっていう話ですよね。<laughs> うん。そう。 うん、必要じゃないけど、まあ、多分、必要ではない。だから400キロを行動では出せないし、うー400キロ出せるからっつって乗ってたとしても400キロ出せないじゃないですか。うん。そう。必要ではないですよね、この機能は。<laughs> でもそのこれ、多分これを買うのは欲だと思うんですよ。見栄とか欲とか人間の欲とか。 なんすかねなんかその、うん、世界一の速い車を手に入れたという高揚感というか、必要ではないけれども、その欲が必要なのかもしれないですよね。ここは非常に面白いなぁと思いますよね。だってま、まで無理じゃないですか。行動で400キロなんか出せるわけないし。うん さすがにね、僕のお金に、どうなんすかね。まあ、アラブの石油王とか、ドバイのもうトップクラスの世界一の金持ちに自分がなった場合、これが欲しくなるのかな。まあ、どうなんすかね。でも、でもそこはまた行ってみないとわかんないですよね。<laughs> でも、まさしく必要ではないですね。<laughs> 使えねえみたいなね。うん。人間っていうのは面白いですね。 うん、はい。ということで。まあと、投資もね、投資もまあ難しいでしょうね。いろいろ考えるでしょうし。うん、やっぱビジネスとはやっぱ違う考え方、思考が必要でしょうね、うん。ビジネスはビジネスの難しさがあるし、投資は投資の難しさがあるのかなと思いますね。うん、そう。逆を言うと投資は人が、なんだろうな。 お対お客さんではないというか、まあもちろん相場を動かしているのは人間の心理だったりとかそういうのはあるんだけども、その対お客さん、お客さんの、なんだ、その、信頼関係とかそういう概念はあんまないじゃないですか。だからそこの、そこは簡単だし。でも逆を言うと、その見えない敵と戦うみたいな、そこの難しさですね。だからその、どの見方によってその考え方が変わるというか、言い方が変わるっていう。うーん、もう見方を変えると、 人がいないから楽。っていうことも言えるし、見方を変えると、見えない敵と戦ってるから難しいっていう、この表現もできるし。うん。だからその、なんかビジネスの方が簡単だっていう見方もあるでしょうね。だってこっちは見えない敵と戦ってるんだみたいな話で。お前ら見えるだろうと。お客さんいいんだろうみたいな話で。<laughs> うん。でも逆にお客さんがいるっていうのも大変なんで。うん。 ね別にその、かいやか買ってくださいって言ったら買ってくれんのかって言うと、そんなあんまないので。<laughs> あ、そっか塾買ってください。買います。みたいなね。そんな簡単なビジネスないですよね。そっか塾、新商品です。そっか塾です。買ってください。はい、買います。みたいなね。<laughs> そんな簡単に売れねえよ。みたいなね。<laughs> まあ、もちろんその信頼関係がね、ちゃんと作れてるんだったら、それはそういうシチュエーションもあるんだけども、 いきなり渋谷のね、スクランブル交差点で、久保さんがそっかくあの、買ってくださいっつって、あの、すれ違う人に言って、買ってくれる人は誰一人いないと思いますよ <laughs>、ね、無理っすね、うんうん。はい。まあ、いろいろ申し上げましたけど、はい。いってらっしゃい。